株式会社松源は、和歌山県和歌山市に本社を置くスーパーマーケット。和歌山県と大阪府専修地域を中心に展開する。通称は、松源もしくは、スーパー松源。多数の店舗が三角屋根であるのが特徴。CGC グループに加盟している。2019年3月現在計41店舗、和歌山県大阪府奈良県。 末言ロイヤルカードと称する赤色の自社ポイントカードがある。発行は無料である。クレジット機能はない。買い上げ税込み108円ごとに1ポイントずつ加算される。3240円以上の買い上げ時点でポイントが2倍になる。500ポイント貯めると500円分のお買い物券が支給されるシステムであった。その後、2015年12月に楽天ポイントカードの 導入が決まり、その後、従来の、末元ドリアルカードから、電子マネー機能を搭載した、末元エディ、楽天ポイントカードに移行された。現金支払いのほか、クレジットカード、電子マネー、ピタパ以外の使用交通系、IC カード、モバイル決済が使える。エディのチャージ機を前提に設置しており、営業時間中はチャージも可能。クレジットカード会社のギフトカード、 自社商品券及び CGC グループ共通商品券の使用も可能である。お買い物バス、宅配、ネットスーパー、移動販売などの買い物支援サービスに積極的に取り組んでいる。2011年より本社に隣接する和歌山インター店でサービスを開始している。同店の周辺の地域の顧客が利用できるよう、曜日ごとにルートと時刻表を決め運行している。 バスの運行は、同社提携のバス会社が行う。同店で買い物をする目的であれば、無料で乗車できる。また、数十分の買い物時間を計算した時刻に帰りのバスが用意されており、出発時刻が近づくと店内でお知らせのアナウンスが流れる。2011年より、元気宅配便と称する宅配、ネットスーパー事業を手掛ける。これは電話、ファックス。 またはインターネットで注文、または来店時の購入した商品を当日に宅配するサービスである。サービス対象地域は岩出市、木の川市、橋本市、桂木町、戸山町、高野町である。ネットスーパーと称されるが、インターネットに不慣れな顧客も容易に注文ができるように、電話、ファックスでの受注方法もしたる、注文方法として打ち出すなど、 特徴的な宅配サービスを行っている。2013年11月より、末原生鮮移動スーパーと銘打った移動販売事業を手掛ける。冷蔵、冷凍ショーケースを備えたトラックに生鮮品、惣菜、加工食品を積載し、生鮮食料品店がない地域を中心に移動販売を行うサービスである。これは、経済産業省の買い物弱者対策支援事業。 および、買い物環境整備促進事業の補助事業として、2トントラック2台、計4トラック1台の、計3台が稼働している。販売地域は、和歌山県内で、2013年11月より、高野町、同年12月に、桂木町、2014年1月に、有田川町、2014年8月に、橋本市、2015年8月より、三浜町、日高町、 同年9月より、日高川町、黒山町と県内の各市町に拡大している。これらの地域を曜日ごとの販売コースで移動販売を行っている。取り扱う商品は、同社店舗の商品を毎朝トラックに陳列する。販売は、同社の社員が行っており、運行コースの常連客に合わせた品揃え、季節商材の提案など、同社の独自手法で、 事業運用をしている。独自の CM ソングが存在し、和歌山県内の民放で放送されている。正式な曲名及び作詞者。作曲者は不明。歌詞は主婦目線。歌は山口咲が担当。和歌山県出身の歌手の玉木城実が、読売テレビ制作日本テレビ系列の全国放送の特別番組、秘密の県民賞の中で歌った。 これらの CM 映像や音源は、同社ホームページで視聴が可能。テレビ和歌山にて1973年開局時から2012年まで放送されていた。テレビ CM は15秒と30秒バージョンがある。魚介類、農産物、生肉の映像が流され、同時に男性ナレーターが、商品の鮮度や宮崎牛、会社を宣伝する。 2011年の地上デジタル放送以降に伴い、松元は従来のテレビ CM をアナログ版からデジタル版へ作成し直す方針を固めた。そこで松元は映像の撮り直しと楽曲の3番までの延長を決めた。この新しい歌詞は工房より選出された。当初は3番のみを公募していた。だが優秀な作品が多数投稿されたため、さらに4番まで拡張した。 2012年12月1日、新歌詞が公表された。2013年より新 CM が放送されている。一番歌詞を短縮した15秒バージョンのほか、各歌詞ごとの30秒バージョンがあり、計5種類制作された。旧 CM と異なり楽曲はポップ調で、映像は和歌山県内の女性によるダンスである。商品説明はない。終盤に、 男性のナレーションによる会社説明がある。社内のクラブ活動を盛んで、特に軟式野球部と相撲部は、大会上位入賞の常連、各種スポーツ大会を協賛する。和歌山県有田市に、本拠地を置く、社会人野球、クラブチームの末源美の島公式野球部のスポンサーを、しており、同チームのユニフォームの袖には、末源のロゴマークをあしらえている。また、 和歌山県体育協会が管理する人工芝グラウンドのネーミングライツパートナーとなり、同グラウンドは2007年2月から末言スポーツグラウンドと命名されている。ネーミングライツ導入によって企業名を冠したスポーツ、施設等が国内でも増えつつあるが、パートナー企業にとっては施設の集客力や知名度に対する広告効果を期待してのことである。野球やサッカーをはじめとした。 プロスポーツチームが本拠地とする施設へのパートナーになるケースが大多数を占める中、末言スポーツグラウンドのように主に地域のスポーツ、愛好者が利用する施設におけるネーミングライツの導入は珍しい。この命名制度を利用した地域スポーツの活性化に寄与する試みは他社にはあまり見られない。また、2007年11月1日から10年間の契約で、 有田市民球場の施設命名権を購入し、同日より、末言有田球場となった。ありがとうございます。